ボンバルディア、ボンバルディア、トランスポーテーション、ボンバルディア、トランスポーテーションは、カナダのボンバルディアグループの鉄道部門。本社は、ドイツのベルリンに所在する。2007年時点の社長は、アンドレ・ナバーリ。鉄道車両の製造メーカーとしては、1970年代に、設立された比較的後発のメーカーであったが、相次ぐ買収により、規模を一気に拡大させてきた。現在は、 世界最大の鉄道生産設備を誇り、車体だけではなく、台車、電装品や運行及び制御システムと幅広く、完全な鉄道システムを供給できる。総合鉄道関連メーカーとしては、シーメンス、アルストムと並ぶ、ビッグ3の一つで、世界の鉄道車両製造では、約2割強のシェアを有する。ボンバルディアトランスポーテーションの生産設備は以下に、所在する。 ボンバルディアトランスポーテーションは1974年に設立され、モントリオール運輸局からの契約を受注し、モントリオール向け地下鉄電車の製造を開始する。1975年には、モントリオールロコモティブワークスを買収し、ボンバルディアトランスポーテーションは LRC の製造を行うようになる。ボンバルディアグループはさらにホーカーシドレーカナダを買収した。MLW は、 その後、1988年にゼネラルエレクトリックに売却された。1980年代になると、振り子式 LRC の製造を始める。また、この頃から90年代にかけて、欧州の多数の鉄道車両メーカーを買収していく。1988年に、ベルギーの BN Constructions f e r a b j a I。 メイトリックを買収したことに始まり、1989年にフランスのアンフ・インダストリーズ、1990年にイギリスのプロコーエンジニアリング、1995年にドイツのタルボット、1997年にドイツのドイチェは現部をエジーと全土に及んだ。そして、2001年にはドイツの大イムラー・クライスラー系鉄道車両、メイカーアド・トランツを買収し、 世界で2番目に大きな鉄道車両メーカーに成長した。アドトランツの買収により、ボンバルディアトランスポーテーションは機関車製造メーカーとなった。2020年2月17日、アルストムがボンバルディアの鉄道事業を買収することを発表、2021年1月に完了した。合併を繰り返したため、多岐にわたる。徐々に統廃合が進みつつある。など、 北米豪トランジットの2階建て客車アジアヨーロッパエレクトロスター EMU タレントダムなど岡山電気軌動向け9200系電車ブレーメン系アドトランツの前身であるマン社が開発した世界最初の100%超低小 LRV であり1990年に発表された正式なシリーズ名はなく1993年にブレーメンで初めて導入されたので 便宜上、ブレーメン系と呼ばれる場合がある。日本ではメーカーの形式名から GT シリーズと呼ばれることもある。現在生産されているモデルは、後日のアウトルックの位置形式インチェントロのバリエーションであり、モジュラーを強要する。詳細は該当ページ参照のこと。フレキシティ LRV 発達の過程で頻繁な企業買収で乱立したブランドを整理。 統合した新ブランド。ケロン LRT のフレキシティ、スウィフト用途、仕様に応じて、アウトルック、クラシック、スウィフト、リンクの4種類が存在する。詳細は該当ページ並びにフレキシティスウィフトを参照のこと。日本向け車両は、新潟鉄工所がブレーメン型をもとにライセンス生産しており、新潟鉄工所の経営破綻後は、新潟トランシスに、 ライセンスが引き継がれている。その他に本国以外のライトレールについては、上記各シリーズのページを参照のこと。ありがとうございます。